救いがなさすぎてやばい悲しい。グニーされたコマトラウマになりそう。ゲラゲラで視聴者とイタドリがリンク。最近の漫画でこんな非常な展開あった？ 1. 吉野凪の死。吉野母に黙祷。想像の倍くらいエグいな。青年しかと思うほどのエグさだな。ジャンプでここまで攻めるの。記憶にあるのはネウロ以来かな。思ったより坂鉢編エグいな。きつすぎだわ。ヨーヨーと坂鉢のヨーヨーは吉野かよ。七民生還したから思ったより死なないのかと思ったらこうだよ。母親の笑顔に血のエフェクトは心折られる。マジで悲しくなる。奴はルールで禁止すよね。ろくでもなさそうな呪霊よな。これ求められる女みたいな感じかしら。下半身えぐられてるからな。出血性ショック死なら早いけどじわじわ食われたかもしれない。辛い。下手すると足の先からじわじわやられていった可能性もある。悲鳴とかで順平気づくと思うし、一瞬で食われたんじゃね。一般人だから呪霊見えないだろうし、見えない順平ママ視点だと怖すぎ。あるだけの保冷剤と尿嚢が敷き詰められてた。いやーグロそう。指が置かれてた場面は連載当時みんなうわーってなってた。スクナの指は誰が置いたんだろうな。マキトカゲ党だろうな。三巻でスクナの指を吉野順平の家に仕掛けてって会話があった。スクナの指を置いて何を狙ってたんだろうな。順平を怒らせてイタドリと対決。イタドリの中のスクナを強化するためだろうな。スクナの指を呪術高専に回収させ天元の結界の場所を特定するのもある。次はイタドリが吉野を殺すかどうか。人を殺したことあるって質問ここで生きてくるな。順平的には母親が死んだらもう人を殺さない理由はないよな。おかんだけ完全に巻き込まれた被害者で心が死ぬ。これお母さんいい人すぎるんだよ。なんでやれるんだよ単眼猫。クラスメイトと交流して一緒に授業受けてることに喜んで影から応援してくれる。そんなナギさんが見たかった。ナギさんは野原からめっちゃ尊敬されそう。なんであんなすげえ人からお前が生まれんだよって順平に理不尽な絡み方しそう。きっちり母ちゃんが良い人なことを描写してからやります。読者の嫌な予想全部マシで返してくる芥見先生はド S。 五条先生は重めの任務をいくつかって言ってたから、こんな仕事がまだいくつも控えてるんだよな。2. 吉野順平の死、もうちょっと手心というか、部活を不良の溜まり場にされ根性焼きされ親が死に末路はグニーは悲惨すぎ。ちゃんとした映画マニアなのが好感持てる診断だけど。順平友達ができてよかったなって朝起きて、悲惨な母親見つけて、せめて保冷剤で綺麗な姿で保たせようとする、まで想像するととても辛い。マキトにグニーされたコマトラウマになりそう。友人な。で？言葉失った。自業自得とかバカとか言う人もいるけど普通にかわいそうじゃない？悪かったりバカな面はあるけどそこまで非業の死を遂げるほどはない。結構な一目受けてる状況でまともな精神状態になれるかっつうと、視野が狭くなるほどには追い詰められてたんだろうな。映画館で追わなければ死ななかったし一目も減るかもしれなかった。あの時マキトは順平のこと殺す気もなかったのになんでついてったの。無意天辺の死体エグすぎてようついてったわ。ワイヤの変死体を見て追いかける度胸はないわ。もともとグロとかスプラッタ映画とか見て耐性があったのが悪かった。知らない怪しい人についてったらダメという教訓。順平が何をしたって言うんだ。マキトに声かけちゃった。かわいそうだけど自分で招き入れたことだからね。マキトはいい人だよ。いい？人？声を聞けよ。すごく綺麗な爽やかな声してるだろ。真人間って名前の人ですよ。いい人に決まってるじゃないですか。こんな綺麗な目をしてる奴が悪い人なわけないだろ。順平がバカにしてる人たちの次くらいにバカだからがそうだねすぎる。特急呪霊見て即逃げるバイトくんとか賢かったんだなと。生存本能に長けていて素晴らしい。見えてないけど気配でヤバいと察して逃げてるからな。なんで人を簡単に殺す化け物を信用したの順平？一目で精神的におかしくなってた。母親死んで精神ぐちゃぐちゃだろうし、一目で追い詰められたとこに母親が死んだらこうもなる。ちょっと順平の学校は一目のレベルがあまりにも高すぎる。順平視点だと一目っ子を消してくれたヒーローになっちゃってる。そしたら表面上優しい継ぎはぎにイケメンに名付くのも仕方ないかな。陰鬱とした生活を壊してくれる非日常についていっちゃう裏の出みたい。順平と同じ状況で正解選べるやつ少ないと思う。こいつバカだなーって気持ちと言ってることもわかるって気持ちがないまでになって順平については擁護も批判もうまくできないや。自分の味方してくれる人のこと好きになっちゃうバカなのわかるよ。一目っ子が消されてスカッとするのはわからなくもない。傷
君がバカにしてる奴の次くらいにバカって実は優しいと思うんだよな。呪霊でも特筆すべきクソ野郎の真人にしては優しい言葉だと思うの。純平は自業自得とか自己責任とかで片付けるのはちょっとかわいそうすぎる。なんでこんな救いのないことに。純平の話になってから悲しい気持ちにずっとなってるわ。なんか学生時代思い出してよ。まあここまではひどくなかったけどよ。トラウマ刺激されたり希望持たせたりって意味では本当にええ話や。無意点編のシーン読んでいたドリと全く同じ表情になるのいいよね。心にずしっとくる展開からのゲラゲラは本当にインパクトあったわ。ゲラゲラゲラのところで読者とイタドリがリンクするのがミソ。読者と主人公に安易な和解路線はないって叩きつけてる。もう分かり合うの無理だわこれってなるよね。というか学校クソすぎない？稀に見るひどさの学校ではある。仕方がなかったってやつだ。おでこに根性焼きの跡残ってるのに仲良かった扱いされる学校。ひどすぎる。どこの世紀末不良高校だよ。あの根性焼きはいっめっ子供無茶しすぎる。母親にタバコやめての意味がわかるのいいよね。さっさと刑事事件にすべきだったな。バカそのものなんだけど鬱屈した男子高校生なんてこんなもんだよな。そもそも純平も元から変なとこで反骨精神があるからな。終始やり返すにしてもそのタイミングと手段じゃねえだろって感じ。今まで悪意と無縁の幸せな人生で犯行の仕方わからないってとこも辛い。失敗の積み重ねで人は成長していくけどそのまま致命的になる運の悪いやつ。哀れな被害者としての一面もしっかり書かれてるでしょ。先生が節穴なだけでマジでいい人だったのが意外だった。先生の最後の会話はこの章唯一の救いくらいある。先生より母ちゃん頼れば全然違ったと思う。理解あるしすごく優しそうなお母さんいいよね。おかんにも根性焼き見せてなかったのか。黙ってるのは定番でしょうが。心配かけたくないしむしろ隠す方が自然だと思う。一目で心理的負荷かかって正常な判断が難しい人間に言うのは浅はか。いい母の前ではいい子でいたいやろ。親が好きだから心配かけないように相談せずにやむ子はありがちな話。と思ってる間に終わって心をボロクソにされた。解決方法が見つからないみたいな学生ものは見てて悲しい。デジマルしちゃうからね。ネットでも芸能人一目の度が過ぎてジマルしちゃった芸能人多いし。大人になるともっといろんな方法とかあるのわかるんだけどね。でも大人でもジマルするのはなんでだろう。頼れる親類なりがいなかったりするからですかね。いや頼ろうとすれば頼れるんだよ。問題は判断力が落ちてる点だから。純平は純平で大人をバカにする姿勢できちゃってたから積んでるよね。3まとめ。呪術廻戦の吉野純平と吉野凪の最後への当時の読者の反応をまとめました。真人に無意点編で改造させられる純平の最後と巻き込まれて命を落とした母親の凪の最後には胸が苦しく感じましたよね。吉野純平と吉野凪には死なないで欲しかったと感じた方は高評価を。酒場地編での印象に残ったセリフや戦闘シーンをぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは呪術廻戦の名シーンへの読者の反応集を中心に動画を投稿していきます。呪術廻戦が好きな方はチャンネル登録をお忘れなく。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。